餃子が食べたくなったので、宇都宮まではるばるやってきました。2時間ほど満喫したので、そろそろ帰ろうと思います。そんなわけで東武宇都宮駅からこんにちは。本日は東武宇都宮線を南下していく動画です。よろしくお願いします。東武宇都宮線の解説というのを言い訳に、今回は南栗橋まででなく栃木までの解説で、東武宇都宮線自体は、東武宇都宮から栃木の駅北、新栃木までですが、今回は金券ショップで買った、株主優待券を利用。便利さで言ったら JR に軍配が上がりますが、東武はリーズナブルな選択肢です。ホームにはすでに列車が居座っていました。こちら東武2400型。主に栃木県内の東武線を牛耳っている車両です。もともとは日比谷線直通車両でしたが、2018年にここに転用されてきました。SL 体重に寄せた濃紺と機能美、それからフルカラー LED に加え、基本4両編成でワンマン化対応、押しボタン式ドア、など、割と大掛かりに改造されています。元の車両は1988年デビューなんですが、それを感じさせないくらいモダンになりました。車内はオールロングシート。モケットは緑から、東武の新車7万系と同じ、赤に変えられています。あと、もともとはパイプだったものが、大型の裾仕切りも付け加えられました。他にも大きく変わった点があり、例えばドア上の車内表示器。もともとは一段 LED だったのが、改造で LCD、パッドビジョンに変えられました。ちなみに2万400型に改造された2万型の車両はいろいろあって、製造当時から LCD が付けられている、2万型の兄弟、2万50型っていう車両もいました。しかしその車両群のデビューは1992年。まだ Windows 95すら出ていない時代。不具合も多く、2000年に入る前に全て撤去されてしまいました。東武宇都宮線は新栃木駅と東武宇都宮駅を結ぶ、11駅 24.3km の路線です。栃木県内完結、ナンバリングは TM、東武日光線からの枝番です。このナンバリングは東武鬼怒川線も同じ。今年のダイヤ改正前は、ほとんどの列車が日光線の南栗橋方面へと直通していましたが、改正後は半分以上が宇都宮線内完結、新栃木止まりとなってしまいました。この便も例外ではありません。今年のダイヤ改正はどこも、系統分離が目立ちましたね。最近はダイヤ改正の影響を受けたり、新車導入でワンマン化が超加速した、激動の東武宇都宮線。その歴史は90年ほど前から続いており、路線の計画自体は1928年にまで遡ります。1928年に鉄道を敷設する許可をもらい、1930年には複線化も考えられました。しかし1929年にはアメリカニューヨークのウォール街が息をしなくなる、悪夢の世界恐慌がスタート。それから昭和恐慌が始まり、その波は東武鉄道にも襲ってきました。それで1931年には、やっぱ単線にする、ということに。それから同年8月、新栃木から東武宇都宮までの 24.4km が開業しました。ちなみに単線状態は今もなお続いていますが、全駅で1違い列車の交換ができます。心配なし。ところで 24.4km で開業、と言いましたが、現在の路線長は 24.3km です。これは単純に、1959年の東武宇都宮駅リニューアルによるものです。さて南宇都宮に到着。向かい側の列車に注目してみてください。ドアなんだかどうなんだかわからない壁が見えたと思います。これは戦術した2万50型の車両が改造を受けたもの。日比谷線直通時代は通勤ラッシュへの対応を考えてもドアだったのですが、ここへの転属に伴い、ドアを埋めて、他とドア数を揃える改造で3ドアになりました。ドアの横には黄色いカラーが入っているので、一応区別はされています。ちなみにその元ドアの裏側はなんてことはない、周りと同じようなロングシートです。そういやロングシートの座り心地について言及していませんでしたが、可もなく不可もなく、です。ホールド性と、多少の柔らかさは確保されています。ところで、この2万400型に置き換えられた車両は、大きく分けて2ついます。1つは仙台宇都宮線を率いた車両である8000系という、4ドアロングシートの車両。現在では東武の打線や、ちょっとローカルな線区で走っています。素材がないので簡単なイラストで代用していますが、この置き換えに関しては半自動ドアになり、車内も何かと綺麗に
いい感じ。置き換えられた車両はもう一つ存在します。それが日光線メインだった6050型。2022年ダイヤ改正で、ほぼ全線から引退した車両です。もともと2ドア、トイレ付き、ボックスシートでしたが、3ドアトイレなし、ロングシートとなり、サービス悪化が叫ばれています。2400も悪くはないんですけどね。さて、磯島の次は西川だ。かつては東武大谷線との接続駅でした。その東武大谷線は、宇都宮で採れた大谷石を東京近辺に運ぶべく施設、主に宇都宮軌道運輸という会社が敷いたのを、東武が1931年に引き継いだ形で、同年に東武宇都宮線との接続路線を西川だから伸ばした以外には、東武が敷いた区間はありません。そんなこんなで東武が引き継いでから30年以上。ほんの少しだけ旅客輸送もしながらそれを担ってきましたが、高度経済成長の時代には、積み替える手間の少ないトラックが輸送の主になります。それを受けて、1964年に全線が廃止となりました。今でも、ちょっとだけ廃線の意向は残っています。さて次は安塚。地名は古墳が多いことを示す、安塚、から転じたのが理由です。ここは水町なんですが、この付近は比較的大規模な古墳が多く、例えば水戸駅周辺には東古墳や車塚古墳など、数多くの古墳が存在します。ちなみに水戸の地名の由来も由緒正しく、大君の子供の養育費を負担する二遊部という職が古代にあったんですが、それが転じて水戸になったとされています。その歴史は古い、にしてもすごい職の名前。次は、次の駅はおもちゃの町。駅名かつ地名です。さっきまで古墳の話をしていたのに、急に絵本が攻め込んできたみたいな駅名の温度差でバグりますが、この地名は、おもちゃメーカーの工場を誘致し、それから団地が出来上がっていったため、夢を抱く思いで、おもちゃの町、になりました。観光地から引っ張ってきているわけではありません。ちなみに当初は千葉の流山がおもちゃの町。工場の行き場になる予定でしたが、土地高騰や住民の反対を受けたので、代替地としてここ水戸になりました。ちなみにここの地域住民及び東部は流山と異なり、比較的積極的でした。なお駅自体の仮開業は1965年4月1日。通勤需要のみの営業か、当初は朝夕上下2本のみでした。ちゃんと開業するようになったのは1965年6月7日から。新しめの駅かと思いきや、55年以上も変わらない名前で営業し続けているんです。ところでこの動画素材は、ドア上のランプが面白いところにあるなーって思って、ちょっとドアを開け閉めしているところです。普通はドア中央上にちょこんとあるだけなので、サイドにあるのは珍しいですね。その次の駅は国屋。くねり谷、から来た地名。一転して渋谷駅名になりました。ところでこの東武宇都宮線。今でこそ各駅停車のみですが、昔は浅草と東武宇都宮の間を、下野という特急が走っていました。旧国名を冠した立派な特急でしたが、運行されたのは1日1往復のみ。1953年から急行として運行を開始し、2006年から特急へと昇格を果たすも、2020年4月からの運休、そして6月のダイヤ改正で、完全に廃止となりました。ちなみに使っていたのは東武350型。1991年に1800型から改造され、デビューしました。皮肉にもこの車両の引退で、東武宇都宮線は、VVVF 率 100% を達成することになりました。なおこの車両は今年3月に特急切り振りとしての運用を終えて、実質引退したことで少し話題になった車両です。来る車両あれば去る車両あり、列車は間もなく北関東自動車道をまたいでいきます。通称北関。前橋、宇都宮、水戸を結ぶ北関東自動車道は、2000年から2011年にかけて、少しずつ開通していきました。さっき通った、水戸インターが近くにある区間は2000年開業。かなり最初の方の開業です。ルートでは羊毛線、水戸線に似てますが、北関の方が早いそうです。やはり車文化、水戸を出て、次は野州大塚。西にそれて思い川という川を渡り、栃木市に入ります。せっかく東武宇都宮線に乗ってるんですし、宇都宮の地名の由来についてでも、宇都宮の地名は、田原山神社っていう、宇都宮市の中央にある神社から来ています。その別名は、下野国一宮。この一宮の名は古代、それぞれの国別に格式が最も高い神社に付けられました。そこから一宮の部分がなまって、宇都宮になったという説があります。都も宮も入っていて縁起が良さそうな地名には、こんな生い立ちがあったのです。栃木市に入ったんですし、栃木の由来、についても語りたかったのですが、その説はいろいろあります。栃木の群生や、ちぎれた地形に戸がついたもの、いろいろ諸説があり、はっきりしません。でもそれが地名の面白いところ。
さて、野州平川を出て、南西へと進みます。ところで野州大塚、野州平川と、2駅続けて、野州、のつく駅を通りましたが、この、野州、は栃木県の旧国名、下野の別名です。ちなみに他に野州がつく駅は、東武伊勢崎線の野州山部駅くらいです。下野がつく方は下野大沢や下野花岡と、現在の JR 線に多いです。さて次は新栃木。ここで一部列車は日光線に入り、埼玉の栗橋の方へ南下していきます。新じゃない栃木の方は、新栃木の1駅南にある、JR 両毛線との乗り換え駅です。両毛線の栃木駅の開業は1888年、そこを通る東武日光線の開業は1929年、意外にも結構な期間が空いていたのです。横浜と新横浜の方が逆的にはすごいですが、それはそれとして、新栃木の車庫が遠くに見えてきました。いる車両のほとんどが2400型です。そのままぐっと90度近く曲がり、日光線と合流し、新栃木駅に到着。新栃木に着いたので、停車時間の合間に方向幕でも見てみます。フルカラー LED になって調子に乗ってるのかは知りませんが、全体的にビビッと、どことなく、日比谷線直通時代よりもきらびやかです。ワン、マン。2400型が日比谷線直通時代よりきらびやかかも、とは言いましたが、さすがにもう地下鉄みたいに、駅間短いところを勢いよく走るのでもないので、加速度は日比谷線直通時代と比べると、3分の2くらいの性能に落とされています。でも、最高速度の110キロや、ブレーキの性能自体は変えられていません。さて次は栃木。栃木市は県内で3番目に人口が多い市町です。1位はもちろん宇都宮市、2位は小山市です。ここ栃木は小江戸や、蔵の町と呼ばれることで有名です。この近辺もかつては栃木城があった、ちゃんとした城下町だったのですが、それが取り壊され、それからは商人の町、問屋町になっていったのです。筑波は、日光霊平四街道という、天皇の使いが日光東照宮に行くまでの道に沿って、栃木宿や合戦場宿などが置かれていき、北関東の小都と呼ばれるまでになりました。で、蔵の町と呼ばれる理由なんですが、この近辺の水と密接に関わっています。市の中心を渦間川が貫いているんですが、そこで日光からの塩や栃木からの材木など、船による輸送が発展し、そこから物が集まってくるようになり、財を蓄えた商人たちが、渦間川沿いに蔵を建てていったのを理由に、蔵の町と呼ばれるようになりました。現在でもその遺構は、駅の北側を中心にそれとなく残っています。あ、その丹波川は今映っている、あのちっちゃな川です。あの暴れ川が、栃木の発展を支えていったのです。そんな川を渡ると、列車はもう間もなく栃木に到着。これからリバテに課金して優雅に帰るので、ここいらで降りることにします。降りました。はい。以上、東武宇都宮線の動画でした。宇都宮を目的地とする場合には十分ありな選択肢で、JR の宇都宮線と違い、ローカルな雰囲気がよく出ている路線となっています。皆様も宇都宮の餃子と東武宇都宮線を味わってみませんか？では終わります。